どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。さあ今日ね、令和カウントダウンということでね、なんかとんでもないことが起こりそうなんで渋谷駅までやってきました。というのもね、今日実は映画見てきたんですけどね、今もうあと50分ですね。つい先ほどまでヒューマントラストシネマ渋谷って映画館でザ・クエイクという映画を見てきたんですけど、これがねめちゃくちゃ面白かったんですよ。またすぐにね、レビュー動画を上げたいと思いますので、そちらもぜひチェックしてみてください。今日初めての方に、言っておきますと、僕のチャンネルは新作映画のレビューをメインとした動画チャンネルになっております。いつもね、映画をレビューしながら最後は大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということでね、評価額をつけていたりしますので、もしよろしかったら、今後ともご贔屓にしていただけたら幸いなんですけどもね。さあ今日はね、令和ということで警察官がなんとサブマシンガンを身につけているそうですよ。おいおい、 PUBG とかバトルフィールドじゃねえんだから。あ、こいつらなんだ、多分あれだな、売れない YouTuber だろうなって。まあ人のこと全然言えないですけどね。あれ、うちサブマシンガン持ってなくね？どこにあるんだサブマシンガン SMG。 さあ、あと30分切りましたね。あと30分か、まだねちょっとありますね。だけど人もねかなり集まってきて、ちょっともうね交差点の方に行くのはかなり厳しいみたいですね。こちらはね、あの田園都市線じゃなくて、なんつったっけ、昔の、玉川線ってやつですね。今見えてた電車は、まあ、今田園都市線っていう風に名前変わったんですけど、まあ、僕ね三茶に事務所があるんでね、田園都市線使ってるんですけどね、もういつも混んでね、田園都市線大嫌い本当に嫌、田園都市線って。さあ進めないですね。まあこれね GoPro Hero 7で撮ってるんですけど、どうです、綺麗に撮れてますか？ GoPro はね、いや夜の撮影弱いんですよね。さあこちら、ね、スクランブル交差点にかなり近づいてきたんですけど、報道陣の方々がいっぱいいますね。渋谷のスクランブル交差点には令和になる瞬間を見届けようと多くの方々が集まってきています。というか全然俺映してくれないじゃん。なんだよ、もういいよ別に。うわー、もう進めないですね。ここら辺はね報道陣が陣取ってるんですけど、まあ、僕も報道陣のふりしてここ拠点にしましょう。なんでもなんか警察の人が言うにはね、カウントダウンのイベントはありませんって言ってるんですよね。さああと5分ですね。
です。先ほどからですね、ガールの元に近づきましてですね、多くの歓声が上がるようになってきました。しかし でもあれだよね、あと2分、あと2分ですよ。来ました、おめでとうございます。令和元年、いやめでたい。まあ平成もね、いろいろ大変なことありました、辛いことありましたけど、ただ日本はね、平成時代一度も戦争してないですからね。はい、まあ他のね大国は結構いろんな戦争してますよね。ベトナム戦争とかフォークランド紛争とかね、アメリカはベトナム戦争、イギリスはフォークランド紛争やってるでしょ。フランスはナイジェリア戦争あたりやってますよね。中国もロシアもまあまあ戦争みたいなことやってますからね。日本はねこの平成時代一度も戦争に参加していないですよね。あーもう令和もね平和でいてほしい、戦争のない時代であってほしいです。危ない、ちょっとやばすぎでしょ、危ない危ない危ない。今日はね雨降ってるんで結構ねパラついてるんですよ。そんなね豪雨ってほど強い雨ではないんですけど、傘はいりますね。傘しないとびしょ濡れになっちゃう。警察の人たちも大変だ、みんなもう何しに来てんだよこんなとこに。信号無視してますからね皆さん、車通れない。溜まってんだねストレスが
きっと日頃ブラック企業にお勤めの彼らは虐げられ冷遇されてるんでしょうねって、そりゃストレスの発散したくなるよね。日本だけですってね、ここ20年賃金が全然上がらないどころか下がっているのは。でも物価は容赦なく上がるし、今年はねおそらく消費税 10% に上がるわけでしょう。賃金が上がってもないのにね、そりゃさストレス溜まりますよ我々は。こんなことでもねしてなきゃやってらんないもんね。いや暴れていいんじゃないかな。雨がね降らなければね良かったんですけど、まあ雨降らなかったらもっとたくさん多分5割増しぐらいで来てたんじゃないかな。ちょっとね今回はハロウィンの時と違ってもうスクランブル交差点の方行くのやめます。あの時ももみくちゃにされたからね、ちょっと今日は雨降ってるから行きたくない自信がないですあそこまで行く。さあ報道陣もね中継が終わったみたいですね。いや報道陣の人も大変だよねこんなびしょ濡れになって、ゴールデンウィークだっつうのに。お疲れ様です。もう 傘がひん曲がってる人がいますよ。はい、いかがでしたかね。いや今回雨降ってるからあんまり人が集まらないかなと思って来てみたんですけど、まあ、映画館の帰りなんですけどねついでに来たんですけど、いや思った以上にやっぱり渋谷人が集まってましたね。盛り上がってる盛り上がってる。まあ元気でいいんじゃないかなね。なんかずっとクールでいるのもねどうかと思う。こういう時ぐらい暴れましょうよね、若いんだから。というわけで以上現場からのリポートでした。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。